梅田ガーデンにお集まりの皆さん、おはようございます。第19回小屋祭り実行委員長をさせていただきます安藤香里と申します。今日はこのようにお天気もいい中、梅田ガーデンという素敵な場所で小屋プレゼンツどんぶりフェスティバルを開催できること、実行委員一同心より嬉しく思っております。今日のこのイベントは9月に行われます小屋祭りというイベントに先立って行われるものなんですけども、第19回小屋祭りのテーマを後ろにもあるように、踊りに来いや見に来いや小屋でつながる祭りの輪 in 大阪とさせていただいております。このテーマはですね、踊り子や、お客さんはもちろんなんですけども、私たち実行委員であったり、ボランティアスタッフであったりとか会場の方であったり、そういうさまざまな方が関わってくれるからこそ出来上がる小屋祭りというもので、できていく祭りの輪をどんどんつなげていきたいなという思いからこのテーマにさせていただいております。今日の小屋プレゼンツどんぶりフェスティバルもその思いを込めて開催していきますので、またぜひぜひ本祭に負けずとも劣らない盛り上がりを見せていきたいと思いますので、どうか皆様今日一日よろしくお願いいたします。では早速オープニングに参りたいと思いますが。